さあ続いてやってきたのはいわきのララミューさんでございます。さあこちらの施設でございますね、はい、いわきララミュー、はい、さあそしてこちらの施設の児玉さんに来てもらいました。よろしくどうぞお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラゴンボールエボリューションの亀仙人役だな。いや違いますよ。いましたね。っぽいなんかあろはされますけど。こんなんだったら超ユンフロ。いやこんな感じだったけど。はい、こちらの施設どういった施設なんでしょうか。うん、はい、こちらですね。まあ小名浜港にですね、はい、まあ立地しておりまして、うん、あのいわきのまあ海産物であるとか、はい、美味しいグルメ、うん、またいわきのまあ名物ですね。はい、まあ、そういった土産、はいはい、をですね扱うですね、旬のまあ観光物産センターとなっておりまして。はい、まあ、ここからですね、観光遊覧船の、発着所もですね、ございまして、遊覧船もこの辺エリアをですね、あれですけど、就航するという形になりますね。めちゃくちゃでかいな。そうですね。すごい。今回の誕生日パーティーやったやってたな、あれな。頑丈な船がここから出るのかな、豪華客船でね。はい、いやすごいですね。またロケーションもいい場所ですね。そうですね、はい、本当にあのお隣には水族館なんかもありまして。あれ水族館だったんですか。水族館なんです。あれカプセルコーポレーションみたいな、ちょっとですよ。形は似てるけど、あそこはでかくないから。出社してるんだ。あんなでかくはないですけど。あれモチーフにしてるのはですね、はい、いわき市の魚の光を、目みたいな目玉にして。確かに本当だ、はい、確かに魚っぽい、はい、そうなんです。魚を見立ててっていう。魚見立ててる、はい、すごい。こっちの建物はこの魔漢光殺法、うん、ああ確かに違うわ。よくわかりました。違うわ。よくわかりましたじゃないですか、児玉さんも。絶対違うでしょ。そうなっちゃいますよ。確かに今流行ってるかな、魔漢光。オレンジピッコロサイズの魔漢光殺法ですね。そうだね、そうですね、じゃないんですよ。そうなっちゃいますから、やめてください。ちなみにこちら、おすすめのお店とかってあったりしますか。はい、どこもですね、はい、おすすめなんですけども、そうそう、ね、中でもね、うん、今この夏といえばやっぱりバーベキュ ー, おーバーベキュー、ね、いいじゃない、いいですよね、ということでバーベキューをねできるお店ございますんで、ぜひ中でですか。中でであるんですか。中でね、はい、ないしろ。さあということでございまして、バーベキューバン屋さんに来ました。おお、バン屋さん、はい、バン屋さん、バン屋さんはバン屋さんはバン屋さん、バン屋さんはバン屋さん、バン屋さん、バン屋でございます。バン屋さん、バン屋さん、バン屋さん、それっぽいのがあるな。はい、はい、そしてこのお店の小林さんに来てもらいましたけども、はい、はい、こちらどういったシステムで。小林屋さん、小林屋さん、小林またっていうフィードをさせないで。小林さんです。小林さん、はい、小林さんです。はい、じゃあシステム教えてもらっていいですか。はい、自分であちらにあのショーケースの中に食材揃ってますんで、はい、自分で好きな食材選んでもらって、はい、それをこう自由に取ってきてもいいですか。はい、なるほどね、何取ってきてもいいですか。何取ってきてもいろいろ置いてますんで、はいはいはい、好きなものを選ぶ。あ、好みのやつを自分でなんか向こうのソーセージ取ってきて、はい、腕あるか、腕、腕、いや異星人、異星人の腕、異星人の腕はないのか、ね、ないんですか。あれ食うのベーサーだけですか。あ、俺だけ、俺だけ。でっけえ魚ある、こんぐらいの。いや、それも5分ぐらいしか見たことないのよ。つけるやつ一貫で登場したやつ。キエイ、いや、それめちゃくちゃあります。これでもね、はい、こちらも全部いいです。全部入ることも大丈夫です。いいですね。鮎とかもあります。うわー、いいな、やっぱすごいですね。やっぱ、いや、もう新鮮なもんだって。確かにな、新鮮な。じゃあ一番新鮮なあの焼きおにぎり食うかな。焼きおにぎりとかねえわ、焼きおにぎりに。でかっ、でけえな、はい、ハイラガイ。でかっ、でかっ、ナメック製サイズだろ。おすすめです、ハイラガイ。あ、これおすすめ。はい、この貝も、これ食いてえな。いや、めちゃくちゃでかい。こんなでけえのあるの。ハイラガイ以外に、ちょっとサイズ比べてみっか。何 あります、比べるの。ちょっとこれで何と比べてんの。ドラゴンレーダーグレーの、よりでかいな。いや、ドラゴンレーダーの正規のサイズみんな知らない。え、だってピンとこないから。同じぐらいいいんじゃないの。同じぐらいだ、これ何と比べてんの。ベジータの前ダレと同じぐらい。武田久美子みたいな。ちょっと似てるけど。キエイ。さあ、ではこれから焼きたいと思うんですが、このなんか焼き方のコツというか、それぞれ何かあったりしますか。はい、そちらのタイラガイ、こいつだな、はい、このでかいやつ、タイラガイ、はい、タイラガイはそのまま貝のまま網の上に乗せてもらって、これどのぐらい時間たまに、焼いてるとあの貝から外れてきますんで。あ、外れるのか、はい、あ、じゃあ3時間ぐらいだな。いや、そんなに待ちますね、結構。で、あの貝から外れてきたら、うん、あのひっくり返してもらって、ひっくり返す、ひっくり返る、あ、この身をな、はい、身だけ、はい、ひっくり返してもらって、絶対にだな、はい、とポーポー焼きもこのフィルム剥がしてもらって、でそれでこのまま網の上に、え、こうフィルムのままですか。フィルム剥がして、あ、剥がして、はい、その、はい、で、やってください、乗せてもらって。もう四角いな、はい、全体的に。なんか四角お前取ってきたもん。なんかね、なんだろう、テトリスのボールみたいな。消えますね。
メヒカリもそのまま乗せてもらって。メヒカリ、これか、はい、これだな、これをそのまま乗せちゃって、はい、大丈夫です。あ、これはもう普通に。のどぐろは、あ、のどぐろはこれ身の方から焼いていただいた方から、身の方から、はい、なるほど。そんなに黒いな、確かに食べ放題、あ、なるほど、そっから行くの、はい、その方がすぐ焼け、あの、綺麗に焼けます。メカフリーだってな、こう一丁で焼いたらスパーされましたけど。キエイ。さあ、大体みんないい感じで、かなりな、いい感じに焼き上がったな。もうメヒカリといけんじゃないですか、これね。はい、もう食べれますね。いきますか。ここ、ほうぼう焼きも大丈夫そうですか。ほうぼう焼きも、はい、大丈夫です。で、じゃあメヒカリからいきますか、これ。いきます。はい、野田さん、いきます。はい、行きましょう。いきましょう。はい、いや、誰だよ、おっさんじゃねえか。はい、これも、頭から、はい、ちょっと熱いんで気をつけてください。そうね、本当にもう焼きたてだから、はい、なんか味ついてるか。あの、海水で一応ついてるんで、塩、はい、塩味がついてるので、このままでも。熱いかな、このまま。熱い。あ、もうホロホロですね。ホロホロ、うん。さあ、ラブリントと行きました。あ、うまそう。アイドリングの時点ホロホロね、確かに柔らけどね、すごいね、身がふわふわ、キントン、いや、キントン食べたことないし、ありがたい、食おう、口の中でキントン、はい、口の中キントン、口の中でキントンが、はい、なくなっちまうみたいな、おぉ、綿菓子のように、うん、はい、いただき、あ、美味しそう、うまそう、おぉ、うん、うんうんうん、あ、おいしい。あ、ハンバーグですね、もう、うん、お魚のハンバーグです、これ。おー、よいしょー。肉感、肉感、肉感ある、ある、全然。何よいしょ、何よいしょ、うまよいしょ、うまよいしょ、知らんな、うまよいしょです、これ。見てごらんなさい、美しいのどぐろですよ。そうですね。そうでしょ。そうですね、ピロさん、いただきます。ホックホックですよ。いやいや、今撮影タイムのサービスいいんですよ、外の客、はい、今やってるんで、ホック乾燥、乾燥、上燥、なんだ、なんだ、いや、ホックホックしてて、うん、ものすごくですね、こう、塩の感じが口の中に広がりまして、お、塩の感じ、塩の感じ、うん、ホックホック戦闘力53万ですよ。ホクホク戦闘力、ホクホク戦闘力、ホクホク戦闘力が、なんじゃそれは。今一番、今思いついた、初めて聞いた言葉だ、ホクホク戦闘力、ホクホク戦闘力は、じゃあ、あちらで見られてる子供たちがですね、全然笑ってなかったです。殺しますよ。いやいや、やめてください、やめてください、はい、ちょっと俺の会はいつ開けるんだ。あ、そうです、大きいやつ、これはあの、かなりいいんじゃない、ね、結構だ、持ったない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 、汁が、そうですね、難しいんですよ、これ、お前、鳥山明じゃないね、これ。すごっ、あ、いい、あ、肉が、うわ、めちゃくちゃいいじゃん、いや、さ、これすごいじゃないですか。あ、こちら、この平らが肉厚ステーキ、いただいてやろう。熱い、熱いよ、うわ、一口でいった、うわ、え、カイオーケン、いや、カイオーレアだよ、ベジータ、オラのカイオーケンさ、ヨンビーだー、鉛まで、なんでオラの使うんだ。もう歯ごたえと肉厚と、中から出てくる海鮮の旨味、おぉ、ゴビーだー、おい、どんどん増えている、オラの使うな。めちゃくちゃうまいよ、はい、めちゃくちゃうまそう、いいですね、これでも一食いけるぐらいの量もあるしな、すごい、結構量ありますもんね、見て、プルプルだろこれ、うわ、本当だ、すごいですね、ああ、これは絶対うまいです、ピッコロの中みたいだな、なんかねえだろ。ああ、これを食べるんですか、あの、セルは尖ってる時こんな、あ、そうだな、ここちょうどほら、ああ、こんな感じだ。俺があの、はい、クリーンとトランクをぶっ壊しちゃった、はい、ゲロの研究所に行った時の、そうですね、一度食ってみたいと思ってたんだ。食べ物として見るんですか、あ、美味しそう、
ブルー、うわっ、セルになった。あれセルになりやがった、セルータになりやがった。うまいでございます。あれ、サバイでございます。サバイでございます。やっぱ新鮮さが違うな。すぐ吸収するな。新鮮さが違う。吸収タイプだったかな。キエイ。さあ、ということで本日は、まあ、いわき市をね旅しましたけれども、良かったな。良かったですね。楽しかったですし、ね、景色もいいしな、はい、ね、うん、やっぱ海ってね、うん、なんかあの栃木はねえじゃないか。確かにな、まあ、ちょっとマロニーでは新鮮だったよ。確かに、まあ、まあ確かに楽しかったですし、やっぱ自転車でな、腹減らしたから飯が余計うまかった。乗ってねえの。確かに車だったでしょ、まあ、波の仕事。あと自転車ロケはなんかスタッフさんが慣れてる感じあった。そうそう、チャリ旅でね、チャリ旅で慣れてる。あと絶対に裸足で砂浜を歩くんじゃない。いや、本当にマジで危険です。まだ痛いから、まだ未だに痛いですから。あれは今日学んだんだ。ベジータのこういうとこ見たの初めてですね。そうだ、踊っちまったから。けどしましたよ。まだまだ他にもですね、まあ、いわき市はいろいろいいところあると思いますんで、よかったら皆様ね、ぜひ遊びに来てください、絶対来てくれよな。はい、また次回お会いしましょう。フリーザとマロニエールの惑星栃木会議。マナミさん、なんなんですこの暑いのに日光まで呼び出して。暑いから来てもらったんですよ。ほら、あの山見えます？なんですか、フライパン山ですか？あの山のせいで暑いんですかね。燃えてないですよ。あれは南泰山です。あの山のおかげでここ日光では天然の氷を使ったかき氷が食べられるんです。いや、私ガリガリさんとかでいいですよ。甘いですね、フリーザさん。そんな名前してて氷について知らなすぎます。私の名前は関係ないでしょう。ではこちらの資料をご紹介しましょう。1、天然かき氷はふわふわなのに溶けにくい、ミネラル豊富で氷自体が美味しいです。ほう。2、天然氷は冷蔵庫みたいに一気に冷えないから1日1センチしかできません。1つのブロックができるまで2週間かかります。その間に雨が降ったら味が落ちちゃうから、壊して一からやり直し、ものすごく手間がかかってるんです。2週間。地球人の味に対するこだわりはものすごいですね。3、天然氷を作る業者さんは昔は500件以上あったらしいんですが、今では全国に10件もありません。貴重です。そのうち3件がここ日光にあるんです。おお、何か理由があるんですか？よくぞ聞いてくれました。日光は水が美味しい、そして南泰山を越えてきた冷たくて不純物の少ない風が栃木が世界に誇る美味しい氷をゆっくりゆっくり作り上げるんです。素晴らしい。自然と人間が少しずつ作り上げるこの日光という土地が生んだ天然氷ということですね。そういうことです。古くは日本書紀にも出てきますし、今では海外からも注目されてるんですよ。おお、では早速天然かき氷をいただきましょうか。世界が注目するハイクオリティ、ハイクオリティ、ハイクオリティな氷を。プッ。一気に冷やさないでくれます？黙らっしゃい。アクアマリン福島さんにやってきました。おお、よいしょ。福島か。アクリリン、アクリリンではないですよ。でっかいメディカルマシンじゃないんですか？いや、でかすぎる。確かにな。大ダル用。おお、すげえすげえすげえ。ちょっと操ってます。何？ちょっと貴様。本当にちょっと操ってる。あいつやったか。ね、悪いやつだからね。さな。お、来たよ、ベジータ。ベジータ。ベジータだ。ベジータ来た。ビッグバンアタック、ビッグバンアタックやるじゃないか。アメヘルメット大丈夫だって。ラフェンコーダップ地
ちっちゃくないの、ちっちゃい、一丁さんのマカンコーサップやんないの。じゃ別のポーズください。ドーク！うわあ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 ！乗れ！もう！ぶっ殺すぞ！いや、海に言ってる。うわ、最悪だよ！うわあ！うわあ！うわあ！なんだよ！